どこに向かう？護衛は任せてくれ。出発ですね。なんかここ最近ほとんど休む暇なく、あっち行ったりこっち行ったりしてるよな。そうだな。思えば町長の魂を探すのを手伝い始めてからだろうか。そうでしたね。最初はプラフタの魂を探すために手伝ってもらって、けど今は夢の核とかグロールとかエルビーラを助けるために動いてますからね。私たちさ、夢を叶える準備ができるって聞いてこの世界に来たのにね。まさか世界や神様を助けようとすることになるなんて夢にも思わなかったよ。はは、違いねえや。けど嫌だなとか騙されたなとは感じてないんだ。だってここでエルデビーゲやエルビーラ様を救ったら私たち英雄ってことじゃん。世界を、神様を救った英雄になれるなんて、それってすごいことだと思わない？英雄か。悪くねえ肩書きだな。けどよ、元の世界に帰って話しても誰も信じてくれねえぞ。いいじゃん、みんなで思い出話として話せるんだから。アレット、それは不可能だ。我々が帰る時代はバラバラなのだからな。あ、そっか。元の世界に帰るってお別れってことなんだよね。まあ、それは今考えることでもねえだろ。俺たちはまだ世界もエルビーラ様も助けてねえんだからな。そうだよね。帰るとか英雄なんて話はまだ早かったか。っていうか、よくよく考えたら英雄なんて肩書き私には似合わない気がするし。世界一の調達や一流の商人って呼ばれる方がアレットちゃんは嬉しいよね。そうそう、そっちの方がいい。英雄よりも商人か。どう思うよ、ディーボルト。アレットらしくていいじゃないか。私もこの世界の用心棒として戦うつもりだからな。錬金術師、用心棒、商人、我々の力でこの世界、そして神を救おう。それがたとえ歴史に残る物語にはならなくとも、私は生涯忘れはしない。ああ、俺様だって絶対忘れねえさ。忘れられるわけありません。だって大切な思い出なんだから。絶対私たちの力で救おう。いつまでも何度でも思い返せるようにね。どこに向かう？護衛は任せてくれ。金目参道って本当体力使うわ。さてと、頑張りますか。これをここにと。急に大きい音が来るとびっくりするよね。思い
原石ね。綺麗な石ころにしか見えねえんだけどな。弱点みてえだな。おい、俺にやらせてくれ。後ろに続くぜ、ラミゼル。敵を燃やし尽くせ。ほらほら、くらえる。逃げとこだ。ディーボルト、援護します。だらけだ。この剣は切れますよ。こいつは消えるぜ。これでどうだ。
綺麗に決まったね。二人の大勝利。また強くなっちまったぜ。ねえねえ、どこ行くどこ行く。よし、何を作っちゃおう。隠し味はっと。食材はどれにしよう。よし、始めよう。ここにしよう。これはここ。すごいのできちゃうかも。すごいのできちゃうかも。どの特性にしよう。こんな感じかな。パパッと仕上げちゃおう。これで完成。いいんじゃない。これまだまだ上手くなるよ。新しい道具で、できた。はい、これならミルを助けられる。しかし、やはりこれを作るには材料が。大丈夫だよ、クラフター。これは賢者の石。ソフィー、あなたはこんなものまで。それからこれも。それはアレットたちから預かった。この子たちも言ってくれてる。エルビーラを助けたいって。思いは私が賢者の石でつなぐから、あとはお願いね、プラフタ。え、そうね。残念だけど私じゃ力不足だし、ここはプラフタに任せるのが一番だと思うわ。ちょっと待ってください。ソフィーが調合するのでは。そんな重要な役目私には。プラフタなら大丈夫だよ。夢思い出したんでしょ。見てたんですか。そりゃ気づくわよ。以前よりずっと生き生きしてるんだもの。思いっきり顔に出てたわよ。そうですか。なんだか恥ずかしいです。おめでとう、プラフタ。本当に良かった。いえ、そのありがとうございます。だからみんなの思いにプラフタの思いも乗せてあげて。そしたらきっと。ううん、絶対にうまくいくから。わかりました、私に任せてください。皆さんの思いきっと形にしてみせます。頼んだわよ。お願いね、プラフタ。どれにしようかな。どれを作りましょう。最後まで気を抜かずに完成です。できました。成功です。やったね、プラフター。ありがとう、二人とも。これでエルを助けられるわ。いえ、まだです。え？エルビーラを助けるのはこれからが本番です。最後はあなたの番ですよ、ラミセル。私？これは誰にでも使えるような道具じゃありません。発動させるにはより強い思いが必要です。エルビーラを助けたいって思い、私たちの中で
ラビゼルさんが一番強いと思う。だからお願いしてもいいかな。二人ともずるいわ。そう言われたら頑張るしかないじゃない。任せなさい、エルは必ず助けてみせる。うい、次はエルヴィーラの居場所ですね。方法を見つけても肝心の彼女がいなければ。おや、これはどうやらちょうどいいタイミングだったようですね。プラフト、どうしたの？もしかして。エルヴィーラの居場所が分かりました。本当なの？はい、彼女はあの砂漠の見えない壁の向こう、その先にいます。今はもうあの壁も消えて、先に進めるようになってることも確認済みです。すごい、そんなことまで。でも一体どうやって？そうですね、三人とも少し外にいいですか？おや、知っていたと思いますが、エルヴィーラを助けたい、そう思っているのはあなたたちだけじゃありません。そしてこの世界には人だけじゃない、様々な時代の様々な道具が集まっています。ソフィーさん、これは？それは精霊のペンデュラム。持ち主の探し物を見つけてくれる道具さ。いやー大変だったわよ。町のみんなに聞いて回って、それらしい道具の話は聞けても実物が見つかんないし。結局町の外まで探しに行きましたからね。本当に見つかってよかったです。このペンデュラムが教えてくれた。エルヴィーラ様はあの先にいるって。ソフィーさん、プラフタちゃん、ラミゼルさん、エルヴィーラ様のことお願いね。ありがとう、ピリカさん。ありがとう、みんな。エルヴィーラは絶対に助けてみせる。だから安心して待ってて。買いますか？ほら、さ。いい素材見つかるかな？これって夢の核があった場所に繋がる裂け目だよね。ああ、あれと同じものだ。まさかこの先にも。そんなことより、今はエルヴィーラ様だろ。ここで会ってるんだよな。うん、精霊のペンデュラムはこの先を指してる、間違いないよ。では行きましょう、エルヴィーラを助けに。そうね、待ってなさい、エル。
れど、取りすぎはダメですよ。私が売る分は必要な分に入れていいんだ。